安倍桃子は日本の女優、モデル、タレント、ベリーベリープロダクション所属、宮城県仙台市出身、8歳児にモデル、女優を始めた。2012年のミスアースジャパンのファイナリスト、2015年3月30日より日本テレビ、スッキリにレポーターとして出演した。2017年3月31日にスッキリを降板。 同年7月4日、安倍雄二の娘、桃子がミスユニバース日本代表に選ばれたため、自身の公式ブログにおいてその会挙を祝福すると、同時に両人が同性同盟の別人であると再び書き込んだ。7月6日、写真集発売会見に臨んだが、同性同盟の別人であることがニュースとなった。さらに、後日、 自身の公式ブログで人違いであると念押ししている。一方で、同性同盟であることを利用して、ファンを増やそうとしたことを、日本テレビ、有吉反省会で告白した。2018年7月15日、以前より交際していた男性と結婚したこと、また、妊娠8ヶ月であることを明らかにした。同年9月下旬、第一子女児を出産。出産後は体調を見ながら、 仕事に復帰する意向。趣味は歌、特技は、ピアノマリンバ。テレビウェブ配信 CM、広告テレビウェブ配信 CM、広告2017年9月の有吉反省会、出演時のみそぎとして提案。当面の間公式サイトの名義が、安倍様んさになっている。今後の継続利用や別番組での利用については、不明。またブログツイッター、インスタグラムは解明されていない。 ありがとうございます。